はいどうも、つるちゃんでございます。えー、今日はですね、86ページの昨日の続きからやっていきます。明教。私たちは日蓮大聖人が凡夫のご自身の身に開き表された仏会、南妙法蓮華教をご本尊と仰ぎ、根本として尊敬していくとき、 ンプの身に、大聖人と同じく物界を開き、表していくことができるのです。ご本尊は私たちが目指すべき仏の生命境界を表されたものです。大聖人ご自身の身に開き、表された妙法。 仏閣が図験されたご本尊を私たちが信じて拝するとき私たち自身に備わる妙法仏閣を直ちに見ることになるのです。南妙法蓮華経のご本尊は大聖人が万人に仏閣が備わるという法華経の経文上に説かれた教えを深く掘り下げて その寛容である成仏の根源の方そのものを直ちに解き示し私たちが現実に成仏するために実践できるよう具体的に確立されたものです。ご本尊は、凡夫の私たち自身の仏界を現実に映し出す 名教でもあるのです。国への付属の儀式。南明法蓮華経のご本尊を、日蓮大聖人は法華経の国への儀式を用いて、曼荼羅として表されました。国へは、他方如来の宝刀が出現し、国空に浮かぶ剣宝刀本、 第11から法灯が閉じられる俗類本第22までに渡ります。その核心はクオンの仏であるという本地を明かした釈尊がクオンの弟子である自由の菩薩から飛び出し自身の滅後の悪性の影響を読め人々を救い こととすこと付属ですこでれは十字ゆずスポン第15から俗類本第22までの8本に説かれており南妙法うれ教のご本尊はこの付属の儀式を用いて表現されているのです。十戒五具の曼荼羅法華経に説かれる 成仏の法の要点は、自身の内に仏界が備わることを確知し、仏界を開き表すことです。日蓮大聖人は、お本のも、教の国空への宝刀を用いて表現されています。大聖人は、国空への中心にある宝刀は、南明法蓮華経であり、 妙法を信ずる私たちそのものであると教えられています。末法に行って法華経を保つ男女の姿より他には法当なきなり。と大聖人は仰せです。また、国営における釈尊と他方如来は私たちの生命に本来的に備わる仏懐を示したものであり、上行菩薩などの自由の菩薩は 私たちの生命に本来的に備わる菩薩会を示したものであると教えられています。国営には、証文や書店前人,人やその他の主張もありいます。ご本尊には、実会の主張の代表がされているのです。仏が 場道場、道を説く、を表現したものを、インドの文、まあ、といい漢字で、マンダラなどと書きます。南妙法蓮華経のご本尊は、私たちの生命に実界、すなわち神羅万象が欠けることなく、円満に備わっており、これを、輪年具足。 会員の優れた特性が集まっている不独住ことを示しています。十戒五句の曼荼羅です。ご本尊は南妙法蓮華経と一体の法の境地を示し表しており、仏の境地にには十戒のすべてが 元から備わっていて本来の優れた特性を発揮している様を示しているのです。私たちは南明法蓮華経のご本尊を信じ根本として生きるとき自身が南明法蓮華経であると自覚し生命に備わる実界が本来持つ 優れたあらゆる特性を自在に発揮していくことができるのです次の一年三前実界語句の曼荼羅であるご本尊は十界語句の法理を端的に示しています十界語句とは十界の各々の生命に十界が備わっていることです 実会のどの主張も正しい縁に応じて文を表しつできるのです。実会語句は一年三千の中核の原理です。一年三千の訪問は万人成仏の原理を実践のために 体系化しして説明したものです日蓮大聖人は自身の生命に妙法仏界が備わっていることを確知しご自身の凡夫の実に開き表され仏の境界を示されました仏の生命境界を直ちに表されたのがご本尊です天台大師 まかし観で時き示した一年三0の訪問は万人が本来本来的に成仏する要因を備えているということを説いて万人成仏の理論的な可能性を明かしたものです一年三0といってもあくまで 理の上のもの上もですこれに対して日蓮大聖人は南明法蓮教という成仏の根源の方を知恵で確知しさまざまな苦難にあっても何としても皆を救いたいという慈悲で難を忍び凡夫のご自身の身をもって成仏の姿振る舞い これを「字」と言いますね字を示されたのです大聖人の凡夫の実に開かれた仏の境地を直ちに表されたご本尊は一年三千を具体的に示したものであるので字の一年三千と配しますホッケ愚通の旗印 大聖人は、ご本尊について、北家愚痛の旗印と仰せです。法華経の国営で、釈尊から自由の菩薩へ、滅後悪世における妙法の愚痛が託されます。ご本尊は、その意義も示しているのです。 古本尊への芯を広げていくことが、そのままホッケグツー、すなわち妙法の光線ルフの道を開いていくことになるのです。本日の動画はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。